ナムジュンパイクのビデオを使ったインスタレーション、エレクトロニックスーパーハイウェイ、コンチネンタル US、アラスカ、ハワイビデオアートとは映像と音声を扱う芸術ジャンルの一つ。ディスプレイの媒体に映像機器、記録媒体にかつてはビデオテープ、現在は DVD などの電磁的記録媒体を使うことがある。これによってスクリーンとフィルムを使う作品とは区別されている。 1960年代に始まり、機材が低価格化した1980年代以降に制作者数が急増し、1990年代以降はメディアアートの中に包含されつつ、現在に至っている。ビデオアートの表現には、ビデオカメラの他に、モニターやプロジェクター、パソコンとの接続も用いられる。観客と相互作用をするインタラクティブな形式や、 他のジャンルの作品とともにインスタレーションとして展示される場合もある。ビデオアート作家の活動は次のように大きく分けられる。テクノロジーによる実験。実験映画やインターメディアなど映像表現を拡張する活動。社会におけるオルタナティブなメディア。芸術に限らず社会現象や社会問題を取り上げる活動。造形やパフォーマンスに使用する映像の制作。 インスタレーションや彫刻への導入、パフォーマンスの再起的な表現などの活動。1963年のドイツにおいて、ナムジュン・パイクとボルフ・フォステルがそれぞれ発表した作品がビデオアートの始まりとされる。パイクとフォステルは共にフルクサスやハプニングなどの芸術運動に参加していた。世界初のビデオアート作品は1963年に ナムジュン・パイクがブッパータールのパルナス・ガローで開催した古典音楽の展覧会エレクトロニックテレビジョンで展示したインスタレーションと言われている13台のテレビ受像機にそれぞれ改造を施しテレビ画像を歪めたり白黒反転させたりしたものを展示した同年にはフォステルはあなたの頭の中の太陽を発表している1965年にパイクは ニューヨークのニュースクール放送社ソーシャルリサーチで古典 NJ パイクエレクトロニック TV 実験3台のロボット2つの全箱1つの全館を開き歪んだ画像や様々な模様を映し出す磁石テレビを発表した1965年以降のビデオ機材の市販によって芸術家が個人の制作でビデオ機材を使うことが可能となったこの発売をきっかけに 実験映画、コンセプチュアルアート、パフォーマンスアートのアーティストたちがビデオ制作を始めた。当初はビデオはフィルムとは別のメディアとして考えられていたが、フィルムとビデオ、映像というカテゴリーで考えることも可能にした。撮影した映像をすぐに鑑賞できるビデオの即時性とフィードバックは芸術と社会の関係にも変化をもたらした。 メディアアクティビストのマイケル・シャンバーグは、マスメディアに対して、個人で情報を発信できるビデオに注目した。シャンバーグは、ビデオ文化の普及を目的として、レインダンスコーポレーションと共に、ゲリラテレビジョンという実践書を出版した。ソニーのポータパック、ビデオアート初期の制作で多用された。ビデオの機能は、被写体を電気信号に変換して、像を記録することであり、 光学的技術によって記録するフィルムとは異なる。視覚芸術としてのビデオの特徴は、電子的に色や形を操作できる点と、撮影したものをリアルタイムで映し出せる点にあった。ビデオアートの歴史において、重要なハードウェアは、1964年にソニーから発売された、世界初の家庭用オープンリーール式1、2インチ、VTR、CV-2000 と、 1966年に発売されたポータブルビデオカメラ DVC-2400 である。この二つのセットはポーターパックという愛称で呼ばれた。ビデオアート用のオリジナルな機材も試みられ、パイクと安倍修也は1970年から1972年にかけてパイク安倍ビデオシンセサイザーを開発した。アナログの信号発信機やモノクロカメラの絵などを モノクロ映像の信号に変換して RGB 信号に取り込み、それを加工してビデオ信号にエンコードする機能を持っていた。この機能により抽象的なイメージや強い色彩による表現が可能となった。ナムジュンパイクを筆頭にビル・ビオラ、リト・アコンシ、ジョーン・ジョマス、ジョン・バルデッサリ、ダン・グレアム、ピーター・キャンパス、ウィリアム・ウェッグマン、マーサロス・ラー、TV ・ TV。 ダグラス・ゴードンらが有名。スティーナ・バスルカとウッディ・バスルカのバスルカ夫妻のような CG を使うアーティストもいる。カナダのマイケル・ゴールドバーグは日本でのビデオアート普及のために1971年にワークショップを行い、1972年に日本初のビデオアート展、ビデオ・コミュニケーション・デュー・イット・ユアセルフ・キット展が開催されるきっかけとなった。ポーランドのボイチフ・ブルシェブスキ。 ドイツのウォルフ・カーレン、オーストリアのピーター・ウェーベル、イギリスのデイビット・ホール、スイスのピピ・ロッティリストなどが知られる。飯村貴彦、久保田茂子、松本利夫、山本慶吾、山口勝博、小林惑道、川中、信弘、宮入九郎、原田大三郎、戸佐久子、萩原作美、出光雅子、和田森博、中谷藤子などが知られている。中谷小林 川中、山口らは、日本初のビデオアーティストのグループとして、ビデオ広場でも活動した。ありがとうございます。